くて美味しいのは当たり前、安くて美味しいから値打ちある、安いは正義だ。はい、今日のお店はこちら。ここは台湾の友達に教えてもらったお店なんですが、とにかくめちゃくちゃ美味しいとのことなので、すごく楽しみにしてました。このウーファーローファンが看板メニューのようですね。ネギ入り卵焼き好きなので、ガオリーツァイ、キャベツも、あとは大好きな洋豆腐、10元って。うわー、めちゃくちゃ美味しそう。うわー、めちゃくちゃ美味しい。何これ、お肉トロトロに柔らかくて、脂身が甘くてめちゃくちゃ美味しい。白ご飯にめちゃくちゃ合うやん。うわー、キャベツもめちゃくちゃいい味付けやわ。美味しい。ちょっと待って、ネギ入り卵焼きもめちゃくちゃ美味しい。何この味付けのセンス。嘘でしょ、洋豆腐も今までで一番美味しいかも。ちょっと何このお店、衝撃的な美味しさやわ。このチャンネルでは安いは正義をモットーに、安くて美味しい値打ちのある台湾グルメを紹介しています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。皆さんのおすすめのお店がありましたら、ぜひコメント欄で教えていただければすごく嬉しいです。はい、食べてきました。いや、ちょっとこれは今までで一番かもしれませんね。実は以前からずっとずっと考えてて、やるかやる前か悩んでたんですが、星3つ、いよいよつけたいお店が現れました。よし、決めた。このお店を機会に、完全に僕の独断と偏見になりますが、これからは訪れたお店に星をつけていきたいと思います。過去に訪れたお店にも改めて星をつけますので、よかったら過去動画も見てみてくださいね。星の基準は概要欄に書いておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、というわけで今回のお店はなんと三つ星です。このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。我愛台湾、ゾロでした。